どうもどうもこんばんは。すっかり鼻声の私でございます。皆さんいかがお過ごしですか？花粉の方は大丈夫でしょうか？今日はですね、小さい娘たちから、ヘルプが入りまして、ご飯が食べれないのでご飯を食べに連れてってほしいというところで、今回初めてね紹介させていただきマウスというんですかね、こちらのフィンの前になるんですけど、場所はこちらですね、フィンナップの前の、お店になりますけど、ちょうどこの日バレンタインだったんで、だいぶね盛り上がってはおりました。まずですね、タイのバレンタインというのは、日本とは全く違いまして、女性から男性にチョコレートをあげるなんていう習慣はね全くないです。なんかねクリスマスを再びとかね、アフタークリスマスとかってなんかそんなようなイベントのイメージらしいので、と言ってる間にこのね顔の小さいイベントキャンペーンガールみたいなね、この子すごい可愛らしくて、後でたくさんね、飲んでショットでねチップで100バーツチップで飲んでもらいましたけど、そしたら酔っ払って帰っちゃいましたけどね、すごく可愛らしいのでね、ナーラックでございましたよ。またね次回行って、LINE を交換したいなとぜひぜひ思っております。ということでなんかねゲームするっていうんで、ちょっとこちらへ来いということで、ちょっと動画の方もね撮ってみようかと思います。これでバキュンバキュンバキュンとね、よく韓国の方がやる、お金をばらまいております。日本でいうところのどうもおみくじみたいな感じで、なんかおみくじ札をねもらって、後でなんか喜んでましたけど、なんか待ち人が来るとかね待ち人が来ないとか、そんなようなことじゃないかなと思いますけど、なんか一杯飲んで今年のね占いみたいな感じなんかなと思いながら見ておりますが、結構ねこれやられる方たくさん後から来てましたけど、まだこれはファーストタイムだったかなということで、キャンペーンガールのお姉さんに写真を撮ってもらいながら、これでねおみくじを、出すと。で出したものに関して、なんか日本出ちゃいましたけど、何か札お札をねもらってましたので、まあ我々にしてみればね、タイのバレンタインの文化というものに触れられたかなと思いながら、ちょっと日本ではねあまり考えられないことだったので、とてもね新鮮な気持ちで見させていただいております。もうタイはね SNS の文化なので、多分これ動画を撮られてすぐホームページにね上げたりとかっていう形になると思うんですけど、まあそれをね楽しんでまた次から次へというふうにお客様も皆さんね楽しまれればいいんじゃないかなと思います。ちょっと声聞いてみましょうか。荒い荒い、ということで、ルンルンなようなので良かったかなと思っておりますが、とてもね彼女はお腹が空いてるようで、昨日も食べてないということだったので、なぜかと言いますとね、やっぱねパレスも非常に厳しくて、まあね日本でもねあの夜の世界というのは、通ずるものがあるとは思いますけど、やっぱり罰金がねすごいんですよ。例えばですね1日毎日ね、お店に出てますけど1杯2杯3杯飲ませてほしいというのも、あの彼女たちノルマがあるので、ノルマ達成しないとですねお店に出てこれない、もしくは、ノルマ達成しないと罰金を払わなきゃいけないという形になりますし、まあ、以前ちらっとお話ししましたけどね、あの風邪ひいて休めばやっぱりねあの罰金でございますから、罰金が重なるとお金払わないと仕事もできないというのが現状でございますので、でルームメイトの子もね、仕事ができてないということなので、お腹空いたしバレンタインだから行きたいと言われてしまうとね、しょうがないので、いいよ呼んでということで、一緒にねご飯食べさせていただくことにさせていただいております。まあそうすれば当然ね、今日はチップ、まあしょうがないですよね。これで次の仕事がね、また舞台に上がれるということを考えれば、まあ我々にとってはね安いものかなと、お金を回すという意味では、いいんじゃないかなと思っておりますので、いっぱいね食べていただいて、今日は気持ちよくねバレンタインを過ごしてもらい、で明日からまたね罰金払って仕事ができればと思っておりますので、まあ彼女たちもね、地方から出てきて、こちらでね一生懸命ルームメイトたちと3人4人でタコ部屋みたいな感じでね住んで、頑張ってねお金を稼いで実家にね送るということをやっておりますから、まあちょっとね日本の
親心じゃないですけど、私どもも少しでもね、貢献ができればと思いますけど、みんながね、タイのみんながまあね、幸せにね、暮らせればいいんじゃないかななんて思いながら、願いを込めて、今日はね、素敵なバレンタインということで2人は過ごしていただきたいかなと思っております。もうトンはね、とっととオフになっておりますから、どっか遊びに行ってしまっておりますので、やっぱりね、彼女たちはね、いつも影に隠れてしまっているので、まあたまにはね、こんな時間を過ごしていただければ幸いかなと思っております。楽しそうですよね。まあこの2人もね、お互いが多分お目付け役みたいな感じで、やっぱ危険なことがね、いろいろあると思いますから、まあどちらかがどちらをね、ガードするみたいな感じで、まあトンたちもそうですけど、やっぱり一人ではね、なかなか出てこないですから、そういったこともね、察知してあげて、無理のないように過ごさせてあげればいいんじゃないかなと思いますし、やっぱりね、国によって、やっぱ女性を女性と見ない国がたくさんいますから、未だにね、ありますので、そのあたりを配慮してあげてね、日本の男性はやっぱアメリカのスタイルですよね、レディファーストということで、まあ、僕の友人たちはね、アメリカ人が多いので、ものすごいやっぱね、レディファーストですから、そんな気持ちでね、接してあげれば彼女たちも、素晴らしい一日をね、送れて、で、日本人って素晴らしいんだなと思ってもらえれば、我々に、私ね、どもにしてみれば、もう老婆しながら、日本の文化を、またね、タイの方々に伝えられるんじゃないかなという一日でございました。まあ我々2人はね、娘がいませんので、ほんとね、こうやって娘たちと、時を過ごすということはね、なかなかね、日本じゃできませんから、ちょっとね、心が和むというか、娘がいたらこんな感じなんだろうななんていう感じでね、飲んでおりますので、日本でね、ご覧の皆様で、もしね、独り身の方、それから、60歳を超えた定年の方でね、こんな時間をゆっくり過ごしてみたいななんて方がいらっしゃったら、私の方にお声掛けいただければ、一緒にね、こうやって、素敵な時間を、まあでもね、できれば2週間ぐらいは行った方がいいですね。何事もそうなんですけど、まあ1週間10日だとね、やっぱりね、ちょっと、足りないかなと思いますから、最低2週間は滞在していただければ、ものすごく楽しい思い出が作れるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。あのね、パタヤってどんな街なのっていうと、多分ね、欧米なんですよ。タイ人はもちろんたくさんいますよ、タイですから。ですけど主役はね、ほとんど欧米人で、もしくはロシア人になりますから、びっくりしますよ。多分ね、これタイなのっていうぐらい、日中もね、夜もそうですけど、とにかく欧米人がたくさんいますので、それも例えばですよ、フランスに行ったらフランス人が多いかと思いますし、まあ、イギリスに行けばイギリス人が多いじゃないですか。パタヤに来れば世界各国の人に会えるので、こんな素晴らしい国はないんじゃないかなと思いますから、パタヤぐらいですね、英語で会話する機会が多い国はないんじゃないかな。いろんな国の人たちとね、 もちろんロシア語話せる方は、ロシアの方とね、ロシア語で話していただいたり、もしくはインドの方とね、ヒンディー語で話していただいたりとかね、いろんなことができると思います。それから、僕が最初に50肩の話をしてたと思いますけど、前半戦で、まあ、マッサージしてましたよね。でも今もうね、マッサージしてないんですけど、もう50肩ほとんど痛みか今感じてないですし、で僕ひどいからね、頭が痛くなっちゃうんですよ。目頭がね、非常に痛くなるんですけど、それも今気がついて、今そういえば痛くないやというところなので、やっぱりね、あったかい国に行くことと、あとは歩くことですよね。で私はね、わざ と、少し距離を置いたホテルにしてますから、1日どうかな、2キロから3キロは毎日歩いてますんで、歩くこととあったかいところで暮らすことというのは、ものすごく肩こりだとかね、そういったことに改善すると思いますし、で、あったかいことによって食がだんだん細くなってくるので、今もう1日1食しか食べてないですから、日本にいた時はやっぱ冬なんでね、
どうしても、ね、朝お餅を食べて雑煮を食べてまたお昼はどうして夜はどうしてなんて生活でしたよね。もう食べることしか楽しみなかったですけど、今は食べることよりもこうやってね遊ぶことというか自分のね余暇を楽しむことの方が多いので、ぜひね皆さんも生活スタイルを変えるということで自分のね健康をご自身で守られたらいかがかなと思います。本当ね今僕五十肩ほとんどないですよ。で頭痛も収まって、ただ残念ながらエアコンつけて寝ちゃってね風邪ひいてしまうということがいつも毎回ですけど、あとはね風の強い日にねプールで寝てしまうとまたね風邪ひく原因になりますから、まあそのあたりだけ気をつけてもらえれば十分ね楽しめるんじゃないかなと思うので、ということでいかがでしたか。今回は、せっかくのねバレンタインをお腹が空いてかわいそうな娘たち2人と一緒に、食事をねさせていただきました。次回はまたですねお腹が空いたということで、ムーガテ屋さんに連れてってもらったんですけど、ところがねこのムーガテ屋さんめちゃめちゃ美味しくて過去一でございますので、ぜひこの場所ね来ていただいて、皆さんでねバイキングですから安いので本当美味しかったです。こちらまた次回も行きたいと思うぐらいのお店でしたので、ぜひまたご案内しますのでよろしくお願いします。それでは長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ、また見てね。